皆さんこんにちは、アンコウです。アンコウのオペラ砲弾、燃えよオペラ第、210回、今日は2022年の、6月17日です。はい、今日もまた、稽古のために、東京新宿の、芸能家電車というところに来ております。はい、そこの駐車場で撮っております。はい、このパルスファルの稽古はですね、週に1回ぐらい休みあるんですけど、その日には僕はもう大学に行ってたりとか、そんな感じなので、ちょっと毎日出歩いていて、なかなかお家でゆっくりとこう収録ができないですね。それでいつも車の中で、車で生活してるみたいなことはない、うちにはちゃんと帰ってるんですが、風になっているんですけど、ただこう、いろいろ、いろんなものを聞きながらね、車の中で、そういう時間も作れるんで、まあ、それはそれで気分転換はしてやってるんですけども、はい。今日は、前回の、萌えよオペラで、その、芥川龍之介の魔術の話をしたと思うんですね。で、それと、パルシファーの中における魔術と、ちょっとそれ関連付けた話をしましたが、その時にちょっと太宰治の話をしてね、それで、6月13日が、太宰治が受水して、それが発見された日だみたいなことを言ったんですけど、ちょっと間違いでした。すみません。6月13日に、受水をした日ですね。それで、遺体が発見されたのが6月19日、ちょうど明後日ですね、になるわけですけども、その日は、なんと、太宰治の、誕生日だったんですね。誕生日の日に遺体が発見されたと。まあ、でも、受水したのが6月13日なので、まあ、亡くなった日はその日だろうと思われているわけですけども。ちょっとそういうこともあってね、今日は、太宰治の、東京八景という、小説があるんですが、これについてちょっと話をしてみたいというふうに思います。はい。東京八景というのは、昭和16年ですね、1941年に発表された、短編です。中編と言っていいのかな。ですね、そんなに長いものではないんですけども、これは、僕は、高校時代にすごい太宰治に、中高の頃ですね、どっぷり中学の時に読み始めて、最初に読んだのは小学校の高学年に、読み始めたんですけども、高校生ぐらいですね、一番どっぷりこう使って、もう本当に、太宰関係もとにかく読み漁っていたので、自分でもいろいろ小説書いていたりしたんで、ものすごく影響を受けたんですが、その頃に読んだ、もので、これはですね、太宰治が、昭和5年ですので、1930年ですけども、に、東京帝大の仏文科に、合格して、それで、彼は、津軽ですね、青森の弘前、青森の、津軽の方から、五所川原っていうところですね、今のね、そこから上京してきてですね、で、弘前高校っていうところに、彼は行ってたわけですけども、そこから上京してきて、で、初めてその東京に来て、東京に来たぞ、みたいなところからね、その時の現在ですね、昭和16年、1941年に至る、約11年間の、その、生活みたいなものをね、私小説です。はい。ほぼ、ありのままに彼がその書いているんですね。はい。で、僕が初めて読んだ時には、彼のその生涯みたいなものを僕はもちろん知っていたので、いろいろ調べてね、これはもうありのままに書いてんじゃんと思って、ありのまますぎて、正直言ってちょっと抵抗があったのは事実ですね。だからなんでここまでこうやって自分の、その生活をね、このみんなにこの暴露するんだろうみたいなところをちょっとその時は思いました。はい。で、ただ今回ねこれ読み直してみて、その印象は全
全く変わりましたね。で、そこにやっぱりものすごく大きな意図があるっていうのがもう今回分かって、ちょっとびっくりしたんですけど、で、まあ、そういった意味でね、まあ、芥川もそうですが、太宰に関してもね、やっぱりもう一度読み直してみないといけないなっていうのをすごく思ってるんです。はい。まあ、彼は、東京帝大に合格して、東京にやってきて、そこからね、もう相当住居を転々とするんですね。なので、まあ、東京八景となってるわけです。八景って、八つのこの、景ですね。八つの風景というか、ね、そういうことなんですけども、八景どころでなくて、ものすごく変わるんですよね、住居をね。で、そのことがいろいろ述べられているわけですけども、それにはまあいろいろ理由があってですね、それで、まあ、その中の一つはね、もう本当に、今、ちょうど僕が今ここにいる、これは、新宿のこのヨドバシっていうところね、このあたり昔、柏木という名前で、で、これが、まあ、西新宿のあたりですね。で、もう今はこの柏木っていうのは、普通のこの住所の、あれからは失われていて、ただいろいろな地名の中にそれは柏木ってのは残ってますね。ですので、障害学習センターみたいなところとかは、柏木障害学習センターってなってるわけですけど、これはまあ今の、あれで言うと、これは、西新宿ですね。はい。ちょうど今僕がいるあたりを含めたのが柏木なんですけど、ここにも彼は、結構長い間住んでた。ですね。それで、そのことは、彼のこの東京八景だけじゃなくて、他の小説にも出てきますね。ヨドバシで住んでいた、ヨドバシ住んでいた、ね。です。で、まあ、彼は、広瀬やってきて、それでまあ、帝大に入ったんですけども、まあ、まあ、簡単にはその田舎者でね、田舎から出てきて、それでまあ、弘前にいた時も彼はもう大金持ちのお家の、六男なんで、それで、もう、早いうちからその、おばあちゃんに育てられてね、それで家もものすごい大きな、もう昔僕はそこに行ったことあるんですけども、お家でね、だからそこでいろいろなその使用人の人たちとか、そういう人たちとこう、の中でこう育っていてね、だからすごくもう早熟な少年で、それでまあ、まあそういうことから彼の文才がね、こうメキメキとそれでしていったのももちろんあるわけで、まあでもすごい、もちろん頭脳明晰で、まあ飛び級みたいなものもしてね、彼はありして、でまあ帝大に入るわけですけども、でまあ青森にいた頃から彼はあんまり、もう、要は遊んでても勉強できるんで、遊んでたんですけどね、それで、帝大に入って東京にやってきてからも彼はまあ遊んでいたとそれでそうすると自分のこの、長男さんがね、長男さんは議員をやってたわけですけども、貴族院議員をやっててね、その人がね、まあこんなんじゃいかんみたいな感じでね、もう食料をやめるぞみたいな感じでいろいろそういうことに怒られたりしてね、というようなことがいろいろ書かれてる。でも彼はそれに抵抗するようにして、自分のその当時付き合いのあった、まあ彼の最初の奥さんなんですけども、初代さんという方を、呼んでね、それで暮らしたりするわけで、そういうことに関してもね、ちゃんとお前ちゃんとそれはその初代さんのご両親ちゃんとお挨拶したのかみたいな感じでまた怒られて、それで一旦初代さんは青森に戻ってですね、それでまた出直してやってくるみたいな、まあそういうこともあって、それで一緒になって暮らして、また別なところに移ってみたいな、点々点々としていくわけですね。はい、という生活がね、そういうあたりが僕はすごく、そのまあ僕もちょっとこれを読んだ時は高校生で、高校大学とで、だんだん僕自身がね、そうやって、いろんなまあ、大人になっていった時期なので、で、その大人の、ちょうど僕と同じくらいの年齢の、それを描いてるこの作品を見てね、なんか、ある意味人生の先輩のような感じでこれを読んでましたね。で、そうした時に、まあ、例えば自分のことを考えた時、自分がそこまで自分の、プライベートなことを暴露して書くのかな、みたいな感じで思ったりしてね、それが最初言ったようなそういう印象にちょっと繋がったわけなんですけども、まあでもね、時はね、これ、だからまあ最初にその、落ちのみたいなことを言いますけども、
ちょうど、この昭和6年ぐらいのところから、この、日中の関係というか、まあ要は日中戦争っていうのは昭和12年から起こるんですけども、そこに至る諸々、だから昭和6年に満州事変が起こるんですよね。そういうことがね、起こり始めるんですね。で、その日本のこの右傾化みたいなものっていうのはもう急激に進んでいく時期に当たるわけです。それで、まあ彼は、その当時ので、ですから彼は大学生なので、で、まあこれはこう、彼が高校に行った時からそれもあるわけですけども、要はプロレタリア文学っていう、そういう共産主義のそういうようなものの活動がね、文学の中にもあって、実際にですからそれを取り締まるそういうようなものが、政府がそういう運動に出て、方向に出ているんで、それに抵抗するような形で、学生運動の中でそういうのが生まれてくるわけです。もうさ、彼はちょうどその渦中にいたわけですね。まあそのあたりっていうのを僕はその当時は、まあ僕がいた、そう大学にいた、1982年頃っていうのは、そういうものってもうなかったね。その前の時代はあったわけですけども、東大紛争とかそういうのあったわけですけども、僕の時代にはなかったんで、だから僕はそのあたりっていうのはよくわからなかったんですよね。それで、まあそうさ、まあわからないというか、だからそういうものなのか、みたいに思ってたわけですけども、でも多分太宰の中ではこれものすごく大きなことだったと思うんだよね。で、特に自分の家がさっきも言いましたけど、長男が貴族院議員ですね。それでものすごくお金持ちで、という、そういう、そうは、要はそういう労働者のそういうのものを搾取している、そういう大地主だっていうところでね、彼の中のこの自己批判がすごい始まっていくわけですね。で、彼は、自分は、いけないんだというような感じの、そういうような思いをどん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 強くしていく。まあ、それが彼の文学の中における、自己否定的なもの、見方というようなものに全部つながっていくわけですけども。ですので、この東京八景の中でね、彼がまあ、本来だったら頭もいいわけだし、いろんなところにもう、大学終わって、彼、まあ、就職、ちゃんと卒業できなかったり、就職できなかったりするわけですけど、でもまあ、できないというよりはもう放棄してるわけですよね。それでもう、その、恋愛に行ったり、酒飲んだり、それで、その、そういう、でまあ、何回か自殺未遂を起こして、そこで、相手の女性が死んでしまったりとか、もうそういうことで、どん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 彼自身、自分をボロボロにしていくと。いうようなことがこの東京八景の中で綴られていくわけですね。でも、それと同時に、その流れと同時に、ちょうどこの東京八景の流れと同時に、日本もどん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 さらに経過していき、それで彼と同じ時代の若者たちっていうのはみんな戦場に取られていったんですね。で彼はまあ、そういうボロボロの生活をして、麻薬中毒になったりとかもしますし、精神病院にも入れられたりしてとかいうことがいろいろあってね、そういうことをしてるんで、まあ、その、徴兵にも、その、まあ赤紙も来るわけですけど、でもそれにも不合格になってしまって、そうすると、まあ、そういう原因を作ったのはもちろん彼なんですけども、ただ、そこでね、不合格になって、要は、彼ぐらいのその年だったらみんな、万歳と言われて兵隊に行かなくちゃいけないところでね。なのに、そこで、のほほんとそこで文学などをやっているということがどんなに恥ずかしい、周りの人に対して恥ずかしいのかっていうようなことはね、綴られていくわけですよ。ですのでもうどん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 こう、惨めな感じになっていくというかね。それで自分がやっていることっていうのはもう本当につまらないことをやってるんだみたいな感じで自虐的な感じになっていってね、そういうことが書かれているわけですけども、その僕はだから若い頃に読んだ時はその自虐的なところで、そのまあデカダンスって言われますけども、そのあとブライ派とか言われますけど、その遠征主義的な部分っていうのをにばかり僕は注目して、で僕自身もこれ酒飲んでみたいな感じのね、そういう大学生時代起こってって言いましたけども、まあ一種のファッション的ね、でよく流行り病的に太宰治に被れるのは良くないみたいな感じで僕も高校時代とか先生にそうやって言われましたけどね。ただ今へ本当に読むとね、そうではなくて、これはやっぱり社会批判なわけですよ。その中に生きている彼が、まあ冷静に
そこのところでね、まあいろんなものを見通せる力を持ってるです、彼はね、文学者としてね。た時に世の中がいかに今おかしいかってことをね、やっぱり察知している。東京八景の一番最後の場面っていうのはね、まあここをちょっと僕は正直言って忘れていたんですけども、その自分の、奥さん、まあ2番目の奥さんの、妹の旦那さんという人が、召集されて、それで戦地に行く、その壮行会みたいなところに参加するという。で、その時にね、みんな万歳万歳って言って、で、その人の召集される人の家族とかも来てるのに、自分はもう顔を合わせることができないということが、もうずっとそこで延々という、まあそこでそういう描写があってね。でも最終的に力強く、頑張っていってきてくださいってことをね、まあ言うようなところでこの話が終わりになってるんですね。まあ、そう書かざるを得なかったってところもきっとあると思います。太宰治はこの後、まあちょうど彼が今、最も充実していた時期なんですけど、この時期というのがね、その後、もういろんなものっていうのがね、その検閲にあって書けなくなっていくわけですね。うん。なので、その前の時代、もうちょっと前のところで、もう戦いながら、ボロボロになりながら、そうやっていた危険な感じの小説、まあ、ダスゲマイネとか、道化の花とか、まあ彼の小説作、晩年もそうですし、そういうようなものの、その危険さがちょっと影をそこの後薄めていくわけですね。で、まあ前にもご紹介した津軽とか、その底辺にはずっとやっぱりその、右傾化して、その、行く、その日本の、まあ軍国主義みたいなものをどういくか批判しているところの目はあるんですけども、ただそれを表に出せない。出してしまったらもう検閲にかかってしまうんで。ということでね、ものすごくそこで彼は工夫をして、作品を作っていってるんですね。というようなことがね、今回読んで、すごくよくわかりました。はい。あとね、すごく面白かったのは、まあ、だから僕も、本当にこの、太宰治の小説は僕本当に何度も読んでいたので、こう読み進めるとね、このあれを読んでいくともうわかるんですよ。どういうことがその次続いていくのかってね。もちろんね、暗記をするほどは言え、あれなんですけども、でも、それぐらいに自分が、もう、本当に夢中になって読んでいたんだな、ってことが、思い出すというかね、感じて、面白かったです。はい。で、僕自身の、東京八景、重ねながら、ちょっと、これを読んでいましたね。皆さんもよろしければ、ぜひ、あれしてください。新潮文庫では、この、走れメロスというね、あれに入っております。この中に入っておりますので、ぜひ、読んでみてください。はい。で、皆さんの東京八景、皆さんの、お住まいのところでのいろいろな思い出、みたいな。この中にね、まあちょっともう結構長く喋ってるんですけどもね、本当に素晴らしい一節があってね、彼が、そこで見たいくつかの思い出の、まあ、武蔵野の太陽とかね、夕日とか、いうようなことをいろいろ語ってる部分があるんですよ。そことかも本当にちょっと、涙なしには読めないところですね。もう本当に素晴らしい。そこでのいろいろなものを考えたときね。やっぱり人間いろいろあるじゃないですか。ね。そういうことがそこの本当に短い文の中に凝縮されていて。いや、本当にやっぱり素晴らしいなと思います。はい。ということで今日は東京八景についてお話しました。それでは皆さん今日も良い一日を。